さあ、ロマンスガーレスやっていきますということで、まあ本当にね、ちょっと連日暑いのと、まあザマッチのね、あのタケルショックのおかげで、本当にゲームもやる気起きなくてね、イコール動画を撮る気にならなくて、久しぶりの動画ですが、まあ一応動画外でね、やっぱりアセルスと白花ちょっと欲しいなと思って、SS 出るまで単発チャレンジやったんですけど、結局50連到達しても、SS は1個も出ずですね。ってことで結構やばい状態ですね、今現在。もうスミレ編が30連で SS 何も出ず。で、グレー編が80連して SS2 個。計160連して SS が2個しか出ていないってことですね。で、ゲーン戦争は120連して UR が1個も出てないんですよ。結構ひどい状況ですね。これスケニゲームやってるな。結構ひどいっすね。さあ、ドット絵見ていきましょう。まあ、ビューネーはまあ、毎回いいですよね。まあ、4点。レスリー水着バージョン。まあ、普通3点。久しぶりの教授。まあ、3点かな。イラスト。なんか、ビューネーはね、あんまりこう、水着してなくて、結構いいと思います。あの、世界観を守られてるこの水着っていうのは、個人的になかなかないんじゃないかな。結構高評価ですね。4点。こう世界観壊れちゃう水着イラストあんまりね、嫌ですよね。まあまあ3点。教授もまあ3点でいいかな。でも性能はね、もういちいち覚えてらんないんで、もう引けたら見るっていう方向にすることにしたんで。人権がいるとあれなんで、一応攻略サイトでね、点数みたいなものを一応調べてきました。見た感じ、人権そうなキャラクターはいないっぽいんで、まあ性能見ずね、ガチャ行こうかなと思います。まあ普通にビューネー狙いでね、行きましょう。課金しなくなった今のガチャルールは、マックス30連で、何かしらのね、新キャラが出たらもうそこで終わりっていうルールです。もう今までね、なかなか守れるか守れないかはね、50-50 くらいだったんですけど、今後は本当に守っていきます。こう、最近のこの凄惨なガチャ結果を、ちょっと鑑みると、ちゃんとルール守んないと痛い目見るっていうのはね、やっぱり思ったんで。やばいっすよね。160連して SS2 枚の。ゲーン戦争は120連して UR0 ですからね。まあ、確率は違うけど、計300連して、高レアリティが2個しか出てないんですよ。違うゲーム合算ですけどね。こんなえぐいことあるって感じですけどね。さあ行きましょう。ビューネー狙っていきます。まあ、比較的ビューネーにはね、結構愛されてる方なんで。最近本当に爆発しないな。もう本当に SS でなくてももう30連でやめます。いやー最近さ、SS 出てもさ、ピックアップ外のことがね、すげー多いんですよね。本当、これ、こういうのでさ、本当に古いフェスゲンだったらまだね、楽しめるんですけどね。お、よっしゃ、久しぶりにまともなガチャ結果ですね。ただ爆発はしない。てっきり、ムクチャーイコール爆発はセットだと思ってましたけどね。ムクチャーで爆発しないなんてあるんですね。出るよね。うわ、教授か。それはあんま嬉しくないな。いや、ビューネーが良かったな。なんか、ビューネーね、前回のやつも引けてないんですよね。そうなってくると、もうビューネーちょっとスタメンから外しちゃおうかな。もう2世代前のビューネーしかいないんで。そして、教授は、縦技、単体技、全体技。
お、まさかのオーバードライブ時味方全体のヒットポイント回復持ってるんじゃん。まあ別に悪くはないですけどね。まあでも今更このくらいの性能じゃなんか特にワクワクしないかな。まあでも普通に使いやすいっすよね。まあ、全体技ループもできるし、こうランダムな敵に2回攻撃、BP5 も連打できるし、まあ、凡庸性は高いですけどね。ただ本当になんかもう凡庸性が高いっていうだけですね。尖った部分が何もないんで、なんか別にもうプラ落ちでいいんじゃないかってすら思っちゃうかな。まあでもね、普通にオーバードライブ回復はね、使えると思うんで。レスリーはね、今でもたまにスタメンで使ってるんで。で、ビューネも普通にスタメンで使ってるんで。この二人がね、引けなかったっていうのはでかいっすね。まあ、次はね、このキャンディ編ね、まあ、性能はまだ見てないですけど、もちろんキャンディ狙ってね、引いていこうかなと思います。そんな感じで。どうもありがとうございました。